イングランドサフォーク州ミッドサフォーク地区にある古代から存続する集落。ノーフォーク州ディスの東南東をおよそ5マイル、ウェーブニー川の南方をおよそ半マイルに位置している。北寸のパリッシュは変則的な形状をしており、北寸の集落に加え、近隣のクロスストリートやヘックフィールドグリーンの集落もその範囲に含み、さらに細長い葉域が絶徐に南へ伸びて、 かつてのイギリス空軍、ホーラム基地飛行場跡の一部に至っている。村落の周辺地域では、ローマ時代の宝物を収めた、北寸財宝と称される筆や、初期の長蛇類が発見されており、さらに、ブリテン諸島における更新予中期の表記の一つ、ホクソニアンステージすなわち、ホクソニアン環表記の標識遺跡となっているなど、考古学的に注目されている。この村はまた、 ザスワインの所在地でもある。このパブは重要文化財建築物のグレード2に指定されている15世紀に建てられた宿舎の建物に入っており、以前はビショップスロッジという名で知られていた。このパブは村の中心の緑地の低くなっている方の橋、郵便局と食料品店の向かいにあり、エドマンド巡教を記念碑と橋からも歩いてすぐの場所にある。 ノリッチの主教であったヘンリー・ル・ディスペンサーが1480年に建てたこの建物には長い歴史が刻まれており、レストランでもバーでも飾り立てられた天井の梁や厚い敷板が張られた床に信仰の地としての北寸の過去が反映されている。ジョン・フレイルは北寸で発見されたカドイシ性の武器についてその重要性を認識し記述を残した最初の人物であった。 彼がロンドン高校協会に送った書簡に記されたホクソニアン環表記の湖跡から様々な地層にわたって発見される可動域性異物についての記述は1800年に交換された。ジョン・フレイルはサフォーク州ウェスト・ホープに生まれたが住んでいたのはディスのロイドン・ホールであった。言い伝えられるところではイースト・アングリアの王であったエドマンド教王・ジュン・は侵入した。 デエンジンに追われ、当時、黄金の橋として知られていた橋の下に身を潜めた。ところが、通りかかった、新婚早々の夫婦が、王の黄金の白車に目を留め、敵に王の居場所を知らせてしまう。伝説によれば、セイドマンドは、結婚するためにこの橋を通るすべてのカップルに呪いをかけたという。ありがとうございます。